あどうも、こんにちは。最終戦、本大会の最終戦でもございます。そして、はい、本大会の1位決定戦でもございます。なんですよね。このね、グループはですね、世界的にもちょっと注目されているというか、やはり世界一の韓国、はい、どれくらい今季強いのか。まあ正直でオーバーウォッチリーグを追っているプレイヤーも多いので、で加えてですね、今まで日本という地域もですね、こう世界のグループステージまで行くということがなかったので、はい、はい、まあ最初の予選で全て落ちてしまったんですよね。すごく絵うまいですね。うまいですね。これこの現場に来て描いている、即興で書いてますよ。あ、そうですそうです。これ、はい、準備して書いてるわけじゃなくて、来てから書いてるので、ま、おお、すごい年の子が、ね、小学校低学年ぐらいですかね。先ですね。地球最強チームといっても、はい、もう差し支えないかもしれません。 GG と書いてますね。はい、 何かが GG しています。これはちょっと翻訳をかけたいですが、どうだろうか。図がいけるかな。マシンゴールマイチャンス。あ、言ってくれ。ちょっと翻訳まずい。あ、今晩は和食ですか。美味しくいただきますと。それはちょっと気が利いたジョークかもしれない。いや、本気かもしれない。ちょっとウィットに飛んでるな今のは。いやーちょっとね。いや、ちょっとこれはちょっと翻訳しない方がよかったかもしれない。いや、でもちょっとかなりボード慣れしてますね。ここはもう逆に日本もね、いつかこうボードで返せる日が来ればいいですけれども、ね、絵のクオリティが高いね。あ、これはもうボード勢ぞろい。でも十分に連機というか、今季オーバーウォッチリーグでこの構成やり慣れているので、リーグを経たハンビンがどうラインハルトをさばいていくか。まずは最初のぶつかり合い、早い早いハンビン。まずはポイントの取り合い、最初の交戦が始まっていく。まずは軽やかにリップ、ワンピック、そしてハンビン続いていく。まずは韓国が日本を制圧。さあ、これは絶妙な少人数戦。少人数戦3対3。いやー、どっちに転ぶか分からないが、チヨー、そしてチヨー、チヨーが強い。いや、強すぎる。さあ、ここで最後の最後にこらえていくのが韓国のバックライン。ああ、今韓国の喉元に刺さろうかというところで、まず5戦見ていきましょう。まあ、KSG はレッキングボールピンクしています。さあ、ただこれはここはうまいことハックが KSG に入っていくという最初のぶつかり合いです。さあ、これ HP 的には KSG かなり削れてますが、ハンビンも削れてますよ。ハンビンのライフがかなり苦しいですが、はい、サポートラインが堅牢だ。さあ、ここはうまくフォーカスを合わされていったか KSG。 これこそが世界最強韓国の力強さ。まずはこのコントロールマップ、レイコータワー取り切っていったのは韓国でした。そのままゴールということも考えられますよ。そうですね、これはゴールすると思います。さあ、これは95m、96m、残すところあと 2m というところ。なんとかタッチはできました。ギリギリ、よく間に合った。今よく間に合っていますが、しかしここは韓国の最強の横、日本のスローインヒーク、フィールダー、ビアレス。さあ、これこそがオーバーウォッチの歴史そのものなのか。歴史の壁が日本を阻む。KSG、なんとか7連勝返していく。まだ分からないか。これは分からないですね。KSG、 KSG、 ニコ、そしてクキ、うわー、キリを返していく。うわー、切った。はい、ところです。さあ、ここは最後の交戦になっていくか。ミソがレイジ溜まったらもうかなり厳しいですよ。まずは千代のラリーが溜まってすかさず切っていく。まずはこのラリーどう返していく。いや、千代、そしてフィールダー。やはりこの韓国強い。いや、強すぎる。なんとか抗っていこうというに